日本関東地方神奈川県横浜市泉区弥生台。弥生台は横浜市泉区の町名。定番を持たない単独町名である。住居表示未実施。泉区の北寄りに位置する。北部に相鉄泉谷線が通り、宮殿トンネルと泉トンネルの間に弥生台駅が設けられている。駅前の相鉄ライフ、弥生台内には、 スーパーマーケットの総鉄路線などがあり、駅前ロータリーからは、緑園都市駅、戸塚駅、東戸塚駅を結ぶ路線バスが発着する。中央東西に、県道や余台桜木町線、西端を南北に、県道アクはア鎌倉線が通る。面積は0.474平方キロメートルで、2039世帯4867人が、暮らす。 住宅地の地価は2014年1月1日の工事地価によれば、弥生イ台60番13の地点で24万1000円平方メートルとなっている。町名は町内に弥生時代の遺跡があることから名付けられた。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による 世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。ありがとうございます。